サンキュー。どうもこんにちは、パンサー尾形です。今日はなんかあのパチンコのね、あの番組が始まるということで相当気合入ってます。何をするかちょっとわからないんですけども、ちょっと尾形さんよろしいでしょうか。はいはいはい、何ですか。はい、ということで私ね、この番組のジャッジマンを、ジャッジマン、はい、任されました。キコーナチャンネル MC の圧力でございます。よろしくお願いいたします。はいはいはい、私はちょっとね声のみでいろいろね出演して、いろいろ皆さんに、そうですね、なんかテレビに出る感じじゃないですかね。おかしいでしょ。おかしいよ、いつもは出てますけどね。はい、はい、ということで今日は私はジャッジマンとして、ジャッジマンお願いします。はい、参加しますんでよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、はい、今回は営業終了後の、キコーナ海老名店さんにお邪魔しております。すごい綺麗なホールさんで、広いですよね。最高のホールですよ。はい、はい、ということで大きいホールでね、今日は閉店後に、やっていくわけですけども、尾形さんには、パチンコやパチトレでさまざまなミッションにチャレンジしていただくという番組をね、はい、今回はやっていただくんですけれども、はい、今日はですね、はい、なんとパチンコ新必殺仕置き人ターボで、はい、大当たり39回を目指しましょう。パチじゃなくて、なんでなんですか。39回、無理でしょ。39回、いやサンキューってよくやってるじゃないですか。サンキューはやってるけど、サンキュー39回、ダメですか。39が無理、実質無理でしょ。無理。いや僕もそう言うと思ったんですよ、岡田さんが。いけるやつなんですか、ね、無理だと思ったんで、はい、今日は強力な助っ人をですね。助っ人来てる、いますよ。はい、はい、ということで助っ人の皆さん登場してください。よろしくお願いします。サンキュー。助っ人なんないでしょこれ。ということで、キコーナーの、店長陣マネージャーに登場していただきました。元気いいっすね、みんな。よろしくお願いします。サンキュー。はい、一人一人自己紹介があったらね、尾形さんからちょっといろいろと聞いていただければと思います、ね。はい、じゃあこちらからじゃあ、はい、紹介、はい、はじめまして、はい、サンキュー加藤です。サンキュー加藤。サンキュー加藤。サンキュー加藤さん、サンキューなんで、はい、今日もう改名しまして、はい、俺のやつだ。サンキュー。今まではガイって言われた。ガイさん、はい、ガイ、なんでガイかよくわかんないの、はい、ナイスガイみたいなことですよね。ナイスガイから来てるガイ、おうおう、ガイマネージャーですね。今日から改名でサンキュー加藤です。サンキュー加藤、よろしくお願いします。サンキュー。縁起いいですね。はい、いけそうな感じする。はい、はい、そして戸塚店店長、マシガ店長でーす。はーい、カードがやばいの、なんか大当たりやばい感じがすごいするよ、この人は。いくいくいく、本当に店長ですか。はい、本当に店長さんですね。そして、はい、そしてここの海老名店の店長、タイガー小林です。いやータイガー。はい、ここのこんな大きいホールはここの店長です。任されてるんですか。1200くらいありますから。すごい人たちじゃないですか。そう、今日はすごい人たちを協力助っ人にね頼みますよ。じゃあ39回いけるかも。39回いけるかもしれない。いけるかもですが、打てる台は2台まで。そこはあのリーダーの尾形さんが采配を取って、お前引き弱いから交代だとか。なるほどね、よリーダーなんだよ。めんどくせえなこの人。はい、はい、いうことで今日は制限時間が90分。90分で、はい、いうことで、いけるんじゃないですか。即出せば、そうそう、当たりまくれば、まあ、いけない数字じゃないと思う、ね、そうか、はい、まあ、僕は成功すると思ってるんですけれども、もしも失敗した場合にはですね、最後ちょっとお仕置き的なね、ものを。もういいよ、そういうの。いや、お仕置き。いや、みんなの、そういうの用意しておりますので、頑張ってね、今日は、仕置き人ターボで39回大当たりを目指していただければと思います。おしゃれ、行こう。はい、頑張るぞ。サンキュー。最後、さあ、早速始めましょう。マシマシ店長頼むよ、本当に。それでは制限時間90分、サンキューチャレンジ、よーい、スタート。よいしょー、行こう行こう、もうすぐ当てないと。はい、ということで、打ち始めた、今回の台でございます。パチンコ新必殺仕置き人ターボでございます。大当たり確率 99.9 分の1、突破型の台となっておりますので、その40回転の間に、当てもう一回当てることができれば、ST120 回のね、格円に入っていくよという仕組みになっております。頑張って当てていただければと思います。よっしゃ、頑張ろう。はい、行きますよ。おー、少々少々、なんかいいよ。おお、疑似連ね、疑似連。どうだ、ちょっとうんともすんとも言ってないな。ちょっともうチェンジしてもらっていい。早い、え、もう、はい、チェンジ、もうです。はい、もうなんかね、当たる気がした。あ、じゃあサンキュー店長。
ってね。サンキュー加藤にチェンジ。マシマシが使えないよ。まだ3分も打ってない。いいな、なんかちょっと。さすがリーダー。リーダー判断が早いから変えないと。まあ早い早い、決断が早い。はい、ということで。アンキーさんお願いしますよ。やりますよ。はい。言ったらためなんでしょ。そう。ね、昭和52年。そう、52年。尾形さんと共通点あるんですよ。そうですよね。どんな八王子で遊んでた。はい、大学時代ね。あ、大学の場所が近かったってことですね。多分そうだと思います。どうだ。なんかここブルブル言いましたよね、今ね。ブルブル言ったね、今ね。いや、これあるよ。3、1、2、1。お、おーい、おいおいおい、もういきなりだ、ほらほら、いきなりマシマシと全然違えわだってここ動いたら結構熱いんじゃないですか。熱い、ギシ行くっしょ、多分。お、赤、お、あ、これ熱い。尾形さんもチャンス。アジトゾーン行くかな。アジトゾーン、あ、ギシ3、ギシ3来たよ。おー、おー、なんだこれ。熱いよ、実写。おー、おー、モンドできた。中村モンド、これ熱い、熱い。俺もキジさん、うわ、一生当たるよこれ。熱い、熱々おしぼりですか。俺激熱よ。あー、緑、いや、俺の方が熱い。熱い。さあ、どうだ。ダメか、ちょっと頼むよ。うち、俺だな。サンキュー加藤はダメ。さあ、残るは主役は尾形さん。ほらほら、赤、カットインは赤、これ来るよ。熱い熱い熱い、はい、カモン、はい、カッ、ふっ、よー、ほらほらほら、素晴らしい。これなのよ。すごいわ、あなたたちと違うのよ私は見えてきたよ。いやー、尾形さんすごいわ。おめでとうございます。まず1回ね。はい、まず1回です。あと38回。はい、この台本当に消化が早いので、ね、40回転あっという間に終わっちゃいますからね、尾形さん。確かに、はい、すぐだね。お、緑緑、お、あー、これリーチになるかどうかってことだ。お、リーチあった。リーチあるんじゃないこれ。お、熱い。お、星4つじゃないですか。お、お、お、はい、これは競り勝てば、赤、赤、はい、いや持ってる、これは当たりそうですよ。これ当たるぞ、ね、熱いですよ。おお、おお、なんか来た。おお、さあ、む、よー、カモン。おお、当たった、当たりました。当たったー、めっちゃだ。ほら、さすがリーダー、はい、持ってんよこれ。もうサンキューじゃないですか、これもう。サンキューだよ、何してんの店長ら。ねえ、頼むよあんたらパチンコのプロだろ。でもだから39回当てなくちゃいけないからね、はい、まあそうですね。だからやっぱ2人で協力しないとなかなか達成はできないと思いますね。まあ、39回はね、僕も当たらないといけない。そういうことです、そういうことです。あと37回、はい、おー、おー、これありそう、ありそう。これあるわ、これはある、これはあるな。うん、プラスは 80% だから。まあまあ、そうですね。なめんなよってことです。赤だったからね、それも。 ST 中の赤は強いでしょ、結構。そうですかね、この人のリーチ自体はちょっと弱いですけど ね、はい、でもある、あるでしょ。ノーサンキュー。あ、ほらほらほら、これこれこれなのよ。ほら、復活の当たり、これなのよ。おめでとうございます。当たってます、当たってますよね。当たってます。おっしゃー、サンキュー。おーし、よしよしよし、このリーチちょっと弱いけど、うおーい、おー、これ来るでしょ。はい、どうも、はい、行きましょう。サンキュー、ガンガン当たるよ。4回目、
リーダーが当ててるよガンガン。すごい。いやどうしたのよ。すごいわ。すごいわ。店長たち。ちょっと待って。3、2、やめて、やめて。1。で、ね、扉が閉まるんですが、ここから刀がブルブルブルってなると50回のがつくんですが、時短がつくんですが、今回は終了しましたね。ちょっとリーダーは 10連ぐらいしてますかね。いやいやいや、あんたたちだよ当ててないけどね、こっちは。そうしてもらわないとこっちもね、ちょっと大変ですから、ね、ちょっと自信あるって、こ俺だっていう人いないんですか。自分からこう俺いけそうな気がするみたいな。店長リーダー、分かった、任せて。本当っすか。マネージャーしそう。まあでも3回し、3回転ぐらいしかやってないもんな。そう本当っすか。任せても、強気でしょ。頼みますわ。まあ、今日ね、初めて皆さんチームを組んでね、はい、こうミッションにチャレンジしてますけれども、はい、なんかサンキュー加藤マネージャーから何かありますか、尾形さんに質問みたいな。ああ、何でも答えますよ。まあ、でもやっぱりね、大学も近かったし、はい、八王子でね、はい、遊んでたっていうのもあるから。八王子どこで遊んでました。八王子の言ったら、あのパチンコ屋もそうですけど、やっぱりね、ナンパ、本当のあそこのナンパすごかったですよね。めちゃくちゃナンパしてましたね。ナンパスポットがあったんですか。いや、俺はもう、はい、駅前と、はい、そごうでしたっけ。そごうありましたね、当時はね。そごうの前あたり、うん、で、ナンパ捕まったら、あのきちんとっていう居酒屋ですか。居酒屋、僕は天太郎行ってたんですよ。天太郎、天太郎は全然誰もついてこれない話してるじゃないですか。懐かしいななるほど。あとサイゼリアもよく行ってた、うん、ありましたね。 金がない時はサイゼリアで。そうそうそう、まあ若い時の思い出ですよね。あそこのね、なんだっけ、ピットインっていうラブホテルにあった、安いところ、ね、あったあった。ピットインに連れ込んで、まあもう時効ですから。まあね、時効、時効、もう20年以上も前の話ですか。あ、そうそう、別に。ね、はい。赤。おー赤。シュークリーム、いい、これいい、これいい。赤熱。一応赤保留 80% ってことにはなってるんですけど、なってるんですけど。実際、まあ、僕の体感はそこまでないから。ゼブラ、ゼブラ、ゼブラ、ゼブラは熱い。いいの出した、本当に熱い。いいの出したな。これは熱いわ。これはね、これは外せないやつですよ。ちょっとリーチ弱くない？いや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 、これ赤っすよ、赤。え、あれ緑だよ。あれ嘘でしょ。ゼブラだからね。リーダー大丈夫、ゼブラよ。おれー、はい、来ました。サンキュー、よしよしよし、よーし、よし、やってくれた。これで5回目の大当たりです。よしよし、いいよ。残り何回転ですか。20。こっから、ちょっと待って、行く行く行く。でもここで行かないと、本当ここで引かないと危ないですね。本当よ、ちょっとやばいね。うん、せっかく。なんだこれ。おーおーおいおいおい、リーチの連チャンはいいんじゃないこれ。いいよ、3。おい、熱くなってきた、熱くなってきた。うわー、弱いな、2だ。おい、来た、来た、いったわ、これ当たりそう。ブースト、これ行くんじゃん、これ行く。おーおお、おい、25両。あ、これ来たんじゃないですか。問答無用、問答無用。はい、おい、おー、おー、すげー、すごい。これで5回目、4、5、6回目。はい、6回、6回、はい、見た目によらなかった、すげー。やべ、当たった後サンキューやりてー、俺もサンキューやってよ、加藤さん。サンキュー加藤でしょサンキュー加藤がやんなくてどうするんすか。あと、おー、ゼブラ、お、ゼブラ、ゼブラ、ゼブラ、見た、ゼブラ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 、
かに。ああ、いけます。はい、当たりました。おめでとうございます。サンキュー。はい、カモン。はい、ありがとうございます。